てください。山本さんです。ありがとうございます。山本さんです。こんばんは。ね、なんかバーがまた上がって、くぐりやすくなるってさっき言ってたんですけど、なるほどなと思って聞いてたんですけど、あれですよね、そうなんです、一緒にですね、なんかあったのが初めてですよね、去年の1月だったですかね。去年の1月でしたね、寒かったですね。でもですね、なかなか、なんか毎月1回あるんですけど、なかなか行けなくてですね、で、まあ、劣等生で、優等生。今日はですね、なんかこんな寒いのに皆さんこんなたくさん来ていただいてありがとうございます。耳汚しになるかもしれませんけれども、私はエリック・クラプトンの曲を中心にやってますので、それを今日やらせていただきます。じゃあまず最初にヘイヘイって曲やります。
ですね、あれですよね、一番最初に、出演されたのが SOS っていう、バンド名ですよね。私の好きなあのジャンルでブルースのね感じをずっとやられてて、すごいいい演奏だったんで、もう一度皆さん盛大な拍手を。そうですね。浅上公平 &SOS。 そうです。あ、そうです。これブッカー T& ザ・ MGs のイメージで梅田君がつけたんですよ。ああ、もう僕一部の人しか分かりませんね、今ね。そう、すごい。誰もね、気づいてくれないんですよ。マニアックな、はいはい。でも大体誰々&なんとかずっていうのは大体どれもそんな感じですよね。でも本当に素晴らしい演奏で、それと次のボータンさん、ボータンさん、本当になんか素晴らしいコーラスで、ハーモニーっていうんですかね、もう本当に素晴らしい。もう一度盛大な拍手を。私もですね、日頃っていうか、バンドを、仲間と一緒にやっていましてですね、最近はちょっと一人でやるのがなかなかないんですけれども、だから一人でやるっていうのは寂しくてですね、なかなか見場もあまり良くないですし、でですね、一応コーラスもやってくれる人いるんですよね、バンドの中で。で、ですけど今日はコーラスが当然いなくて一人でやるんですけど、ちょっとですね、ハイテクな機械を持ってきましてですね、後でちょっとお披露目させていただきますけれども、次の曲はですね、ここでお披露目することになると思いますね。ですね、今実は、さっき申し上げたエリック・クラプトンというアーティストがいるんですけど、その曲、1曲目もそうだったんですが、今日やらせていただくのはそのエリック・クラプトンのCD でアンプラグドっていうクラプトンがエレキじゃなくてアコギでやる、CD があるんですけども、それ の, 曲を大体中心にやらせていただきます。 Tears in Heaven。If
happy sunshine and I know there'll be no more tears in heaven Would you know それを、傷んでというか忍んで、クラプトンが作った曲なんですけども、まあ、あのなんていうんですかね、こうクラプトンファンなんですよね、まあ、言うまでもないかもしれませんけど、で、あのやっぱり親が子供を失うっていうのは本当に、なんかこれ最初のうちですね、なるべくコピーして一生懸命ギターも弾けて、でギター弾きながら歌うってなかなかですね、こう段階を踏んで、まあ、やっとここまで来てるんですけども、そういうので気持ちが奪われてたんですけど、やっぱりだんだんこの歌の歌詞にですね合わせてこう歌うようになってくると、なんかいたためられない気持ちになってですね、なかなか歌う時にこうジーンとくる感じなんですけども、なんとかそういう感じが聴いていただく方たちに伝わればいいなと思っていつも一生懸命歌ってるんですけれども、まあそんな曲でした。親子って言えばですね、ちょっとすみません全然話違うんですけど、さっきのボータンさんはご夫婦ですか？あ、違うんですね。いや、親子っていうわけでもないですもんね。なんかすいません、ごめんなさい。本当に年はあれですよ。なんかこうあれですよね。アイドル系の感じですよね。ひろこさんでしたっけ？ね、なんかアイドル系の感じで。でも我々私なんかの世代からするとですね、まあ、こういうハーモニーの綺麗なグループの方たちっていうと、もうすごい古いですけど、トワヤモアとかね古いですね、すみません。それとかルクプルでしたっけ、うん、ね、とかベッツィ&クリスとか、あれ女の人2人でしたね。でもまあ本当にああいうですね、そういうなんていうのかな、澄んだ感じのなんていうか心を打つ感じの歌声で本当に感動する。だからそういう風な歌声だと、こう同じ曲を歌ってもですね、聴いていただける方にこう心に染みるような感じで歌えるのかなと思って、なんかだんだん声が綺麗にならないから上手にならないかなと思って、まあ日々やってるんですけども、まあこうやっていろいろ聴きに来るとですね、上手な方たちがいっぱいいらっしゃるんで、いろいろ勉強になるんですけども、次はですね、Nobody knows when you are down and out で、ですね、ちょっと最近ちょっとやってない機能をちょっと使いたいと思うので、ちょっと間違えたら大変申し訳ありません。
ありがとうございます。なんとか。すいません、音で。今のはですね、この機会にもう一つ、さっきコーラスで、この機会で、ハーモニー、ハモってもらったやつをやってもらったんですけど、やってもらったっていうのは変ですね、やったんですけど、今のはギターのバッキングを、ワンコーラス取ってですね、それでこうやって切って押すとですね、それをずっと繰り返してくれるっていうんで、それをやってくれると、ギターのソロができるという、そういう、まあ、自己満足の世界でやってますけど、はい。ですね、実はバンドを組む前にですね、一人でやってまして、で、その頃この機械を買ってですね、で、やると、これにですね、ちょっとこう手でですね、こうやってリズムを取ってやったりするとですね、これが入ってですね、要するにドラムの感じも、ドラムなんかも、ドラムみたいな、パーカッションみたいなのが入るというふうなことでですね、まあ便利だなと思ってたんですけど、やっぱりなんつっても寂しいんですよね、一人でやるとね。なんでですね、クラプトン、エリック・クラプトンっていう、共通のですね、趣味の合う連中を集めてですね、今5人、4人プラス1人でやってるんですよ。じゃあ次はですね、ちょっと静かな曲で、ワンダフルトナイト。
しきつい、こういう寂しい曲やると余計寂しくなっちゃったんですよ。なんか胸がドキドキしてくるんですよ。いや今夜は最高、ワンダフルツナイト。ああ、どうもありがとうございます。これがね、この小田急相模原のエリック・クラプトンがそもそも今のはひょっとしてこちらの定番ですか。あのワンダフルトナイトやると今夜は最高って。いや、そんなことないですよ。あ、いや、でも嬉しいな。やっぱり一人でやってると寂しいから、そういう愛の手を入れてもらうとですね、なんといってもね、やっぱり一番そういう聞いていただく方の声援っていうのがね、一番の励みですよね。特にこうやって年取るとですね、すげえエネルギーがないですからね。そういう、あんまりうなずかないでさ、とか言ってもらうと嬉しいんですよ。Consolation.